はいどうも、あっちです。本日はですね、これエルボーガードについてね、ちょっと喋っていこうと思います。あれ、 TikTok かな、 YouTube ショートかな、忘れたんですけど、コメント来てたんですよ。最近僕バッティング練習するとき、バッセンとかでもこれつけてるんですけど、バッセンでデッドボールは来ないと思いますよわらみたいな感じのコメント来てたんですけど、これにはまあそれなりに理由はあってつけてます。で、まあ、主に2つですね、理由があるので、それについてね、話していこうかなと思います。まあ、このチャンネルはね、こんな感じでバッティングの話をね、主にやっていきます。ぜひまだの方はチャンネル登録していただいて、ね、公式 LINE もね、概要欄にあります。限定ライブとか、やっていきますので、ぜひよろしくお願いします。というわけで話していこうと思うんですけど、エルボーガードですね。まあ、エルボーガードって主に、まあ、デッドボールから身を守るっていうことでつけられると思います。はい。でも最近僕はデッドボールの心配がほとんどない、まあ、バッセンとかで、まあオキティとかも結構つけてます。まあ、僕のインスタとかツイッターとか、普段練習してる時の動画が上がってると思うんですけど、そちら見てもらったらほとんどついてるかなと思います。で、なんでつけてるかっていうのは、まあ、理由が2つあって、で1つ目が、まあ、できるだけ試合に近い感と試合に近い状態で打ちたいと思うんですよね。どうせ僕軟式でも硬式でもエルボーガードつけるんですよ。これをつけるんですよ。 G フォームってやつなんですけど、つけるんで、まあ、できるだけそれに近い状態で痛い、特に腕、まあ、この鉄鋼ガードもね、つけてるんですけど、普段今日ちょっとね、洗濯中で乾いてなくてつけてないんですけど、できるだけつけておきたいって感じですね。これも洗濯できるんでね、 G フォーム丸洗い可能なんで、それがまず一つと、で二つ目、こっちが大きいんですけど、特にエルボーガードをつけてる理由っていうのは、が曲がった状態っていうのをキープします。前の肘、肘が曲がった状態っていうのをできるだけキープしたい、そしてそれを意識する上でつけておきたいってところですよね。どういうことかっていうと、まあ、よくバッティングで言われるのが、腕が伸びきったところで打ちなさい、腕が伸びきったところで打てば飛ぶよみたいな、ね、僕からしたらこれ飛ぶわけないですよ。加速してるところで打って、バットを加速してる、バットを加速した、まだ加速するっていうので打った方が勝負になってるんですっていうのが僕の中で思ってることで、でそのためにはこの腕の関節っていうのは余力を残した状態で捉えたいんですよ。こういう感じじゃなくて、こういう感じです。こういう感じですね。こういう感じで打ちたいんですよ。なんで、そのためには、この肘、戻すと、前の肘って、曲がってた方がいいんですよ。前の肘って、こういう感じで伸びちゃったりするんですよ。振り出しの時に、ピンってこう伸びちゃった。これ結構いるんですけど、こうなると、出てこないってなって、バットがもう出てこなくなるんですよ。なんで、それを防ぎたいんで、僕はこれをつけてるんです。曲がった状態をキープして、このままパッと出せるように。出せるように意識するためにエルボーガードをつけてます。なんで僕は今ね、 G フォームでもね、この上だけのやつ売ってるんですけど、僕はこの両方あるやつの方が好きなんです、そういう意味で。っていうので僕はエルボーガードを練習から極力つけるようにします。まあでも決まり忘れますけどっていう感じですね。これね、結構ね、有名な話、有名かとかわかんないですけど、バリー・ボンズ選手のエルボーガードの話があるんですけど、バリー・ボンズ選手のエルボーガードってあれどこのメーカーかちょっとわかんないんですけど、いくら調べても知ってる人いたらコメントください。あのエルボーガードって肘が伸びないように設計されてるらしいです。でもバリー・ボンズ選手もこういう感じで体をこうの近くにグリップを通すっていう感じのスイングをしますよね。近いところで通していくっていう上で、やっぱり肘は伸びたくない、前の肘伸びたくないっていうので、このエルボーをしてるんだっていう話をなんか聞き感じたことがあるんですよね。それを待って、あ、いいんかなと思って試してみたら、こっちの方がいいよねっていうのを最近思って、バッセンとか行くときも極力つけるようにしてます。で、まあ、この G フォームですね。これ、当たるとね、衝撃が加わると硬くなる材質を使ってるので、こうやっても痛くないですね。もうバットでそこそこ強く叩いてます。なんで、自分の体を守るっていう面でもこれ G フォームおすすめです。ちょっと高いんですけど、スペースポーツの方で、ね、購入できますので、よかったら買ってみてください。で、この性能をね、紹介している動画、過去に出しているので、そちらを見ていただけると嬉しいです。
わけで最近このエルボーガードねずっとつけてる理由っていうのを紹介しました。なんでまあ僕はこの、まあ、前腕と、というわけで本日の動画以上となります。チャンネル登録、いいね、コメントであちら見の動画をもう一本見ていただけると嬉しいです。で、公式 LINE の方もねぜひ登録よろしくお願いします。それでは以上です。失礼します。